私普段はつくばにある国土地理院の方で働いておりまして、まあ、地理院にもですね、測量の科学館というものがございまして、お客様用 の展示、測量に関する歴史とかですね、技術とかを分かりやすく説明している展示とありますので、つくばの方にもぜひお越しいただければと思っております。実は昨日今日限定でですね、地理院にある直径30メートルの巨大アンテナの施設公開も行っておりまして、昨日今日限定でアンテナに登れるということもやっております。今年度いっぱいでそのアンテナがなくなるということですね。限定で施設公開やっておりますので、今日の午後皆さんがここに残るか筑波に行くかは皆さんの両親に任されているところでございます。私は午後もここに残る予定です。今日の内容ですが、国土地理院で運営しております地理院地図の概要、それから、その地理院地図を通して、対応しました熊本地震の時にですね、我々が何をしたかということのご紹介、それからこの地理院地図、現在はもうフォスポージーナとしては運営できない形になっております。その、オープンソース施策についてご説明させていただいた後、今年度の、予定しております改良内容についてご紹介させていただこうと思っております。で、まずはじめに地理院地図ですが、地理院地図は国土地理院が捉えた、日本の国土の様子を発信するウェブ地図です。パソコンやスマホから特別なソフトやアプリをインストールすることなくご利用いただくことが可能です。で、その地理院地図、他のウェブ地図とはここが違いますというか、5つのポイントがございますということで、次にご紹介させていただきます。まず、ポイントの1つ目としましては、最新の主要な道路や鉄道が載っているということでございます。我々国土地理院というのは国土交通省の一機関でございますが、そのインフラ官庁としてですね、主要な道路や鉄道は、供用開始日と同日に地図に反映していくということで、地理院地図から最新情報を提供しているところでございます。また続いてポイントの2つ目ですが、さまざまな情報が見られるということで、ここにありますように地形図や写真、地形分類、災害情報など現在では約1600のレイヤーを収録しております。これだけの情報をウェブ地図で、一つ のインターフェースからですね、見ることが重ねて見ることができるウェブ地図というのはなかなかないかなと、考えております。で、例えばここに一つ挙げているのは土地分類や地形分類の情報なんですが、現在これはベクトルタイルの形で提供しております。ベクトルデータですので、属性情報を付与することができるということで、地図上でこの範囲、特定の範囲をクリックしていただくと、地図 その判例と見比べることなくですね、地図上でただ、自分が知りたい場所をクリックしていただけると、ここはその、土砂災害に弱のリスクがありますよですとか、浸水の危険がありますよといったような形で、その自然災害のリスクを表示できるような形でデータ提供をしております。で、現在収録されている情報、さまざまなものがございますということで、ぜひご覧いただければと思います。で、3つ目としまして、昔の写真が見られるということがございます。国土地理院、戦前戦中戦後の写真から、現在までの写真、複数年代の写真を、所有しておりまして、それを地理院地図から、提供しております。で、これ例えばここに表している東京ディズニーランド付近の写真なんですが、過去その埋め立てが始まって、まだ埋め立てられたばかりの時からですね、現代 その、ディズニーリゾートが出来上がるまでの各年代の、土地の変遷を比較することができます。それから4つ目のポイントとして、どこでも標高が分かるということがございます。我々その日本全国の標高データを持っておりますので、そのデータも地理院地図を介して提供することで、現在見ている地区の地点のポイントの標高情報を確認することができます。こちらそのスマートフォンからも見ることができますので、外で今立っている場所の標高、これここはどれぐらいの高さなんだろうということをその現地で確認することにもお役立ていただけられます。ですので、津波等の災害対策にも役立てていけると、考えております。それから、5つ目のポイント、最後のポイントとしては、3D でも見られるということがございます。先ほど、非常に多くの情報を地理院地図からご覧いただけると申しましたが、それらの情報をこちら地理院地図の右側の機能から 3D というものを選んでいただくと、3D の形で、ご覧いただくことが可能です。
これそのウェブ画面上でマウス操作でぐりぐりぐるぐる回していただくことも可能ですので、さまざまに視点を変えて、3次元で見ていただくことも可能です。またこれも 3D の情報を3D プリンター用のデータとしてダウンロードいただくことも可能ですので、3D プリンター現在は家庭用のものであれば10万円切るものもございますが、そういったものをお持ちであれば、そのプリンターを利用して立体模型を作成いただくことも可能となっております。まあ、その他の、機能としましては、検索機能から始めます削除機能ですとか、現在、位置の表示機能ですというようなものも備えてございます。で、この地輪地図の配信しているデータなんですが、地輪タイルという形で、提供しております。さまざまな縮尺に応じてあらかじめこのタイル上のデータを、サーバーに保有しておくことで、その必要な範囲のみ、データを、ダウンロードすることで表示が高速に行えるような仕組みで提供を行っております。で、現在、地輪タイルとして提供しているデータのデータ形式なんですが、地図や写真などはタイル形、画像ファイル形式、それから標高タイルはテキスト形式で提供しております。実証実験の実証実験中のデータ提供方式として、ベクトルタイルで提供しております。先ほど土地分類の情報、クリックすると土地のリスクが分かる情報がありましたが、これもそのベクトルタイルの形式で現在提供しております。ベクトルで提供するものですから、今ユーザーさん側で、描画方法を様々に変更していただいたり、あとは、これ道路の部分だけ浮き上がらせて立体模型を作ってみたものですが、こういった形で、立体地図の作成にも、活用いただけると考えております。で、このデータの使用サンプルコードは全て GitHub のこちらから提供して、公開しております。それから、地輪タイルの HTTPS と HTTP2 配信を始めましたというご紹介です。 HTTPS については今年の4月から、それから HTTPS については今日のこの発表に合わせたかのように先月末に配信を開始しております。で、よりセキュアな環境でより高速にこのタイルをご活用いただけるようになっておりますので、ぜひタイルデータ自身のご活用も、検討いただければなと思っております。このように、地輪地図、地輪タイル、提供しておりまして、現在でも、様々な他 の、 民間も含めてですね、アプリケーションやウェブサイトからタイルをご活用いただけている状況でございます。続いて、熊本地震の対応についてです。我々その、災害基本法 の、 防災の災害指定機関、防災の指定機関に指定をしておりまして、災害時には迅速にその災害に関する情報を提供しております。熊本地震の時にもですね、断層モデルですとか、あとは基準点や、干渉際による地殻変動の情報とか、また写真ですね、我々国風という飛行機を持ってますし、あと災害協定で民間さんの航空機で協力して被災地の空中写真を迅速に撮影して、それをオルソの形にして地理地図から提供するということをやっております。で、また最近ではですね、UAV ドローンによる動画も、撮影して地理地図から、提供するということをやっております。こちら国土地理院の中にですね、ランドバードという組織を、形成しておりまして、今年の3月に、できたばかりなんですが、災害が起きた時には、現地に、緊急派遣して、その被災地の写真を、ドローンで動画を撮ってで情報提供するとともに、平時はですね、国土交通省でアイコンストラクションといって、その建設現場をより効率化しようということで、例えばその3次元情報を活用していきましょうというような取り組みをやっているんですが、そうした際の、我々の技術力を確保して、助言をすると、公共測量でもその、公共測量にそのドローンを有効に活用するための我々として、助言をするための技術力を確保するという意味で、このランドバードという組織を形成して、緊急撮影でも対応できるような安全管理や操縦技術、制度管理などの、技術確保を行っているところでございます。で、熊本地震では例えば阿蘇大橋ですとか、あと断層がこう現れた場所ですねを、緊急撮影して、地輪地図から動画を配信しております。
また熊本市からの要請に基づいて熊本市さんと連携して熊本城の動画を撮影するということも行っております。これらの動画も地理院地図から提供をしております。でその他、都市計画断層図は普段から提供しているんですが、こういった情報ですとか、あと撮影した空中写真から、その土砂崩壊分布とか、あと、亀裂分布などを判読してですね、ここの箇所がそういった、土砂崩壊が起こってますというような情報も、提供をしております。それから、3D 化したデータも提供しております。これもウェブ上でぐるぐる回して見ることができますし、また 3D プリンター用のデータをダウンロードすることができるので、こういった模型を作っていただくことも可能です。我々も熊本地震発生時にはこの模型を作ってですね、現地の災害対策本部にお届けするというような活動をしております。それから今年の3月にはですね、地理院地図グローブというこっちの今までやった地理院地図 3D っていうのは箱庭的に 3D 表現、するものだったんですが、シームレスにそのセジウムを使ってシームレスに 3D 表現できるようなサイトも試験公開しておりまして、こちらで阿蘇大橋周辺熊本地震の、熊本の地域のデータ提供を行っております。それから、熊本地震の時に特別に立ち上げたサイトとして空中写真で被災前後を比較できるページを立ち上げております。こちらこの真ん中の下の方にですね、つまみがあって、これをこう左右にスライドすると、ここの境界線、これ左側が、被災後の写真、右側が被災前の写真なんですが、こう、境界線をこう左右に動かすことで被災前後の写真をこうより簡単に把握できるといった、サイトでございます。こちらその比較が非常にしやすいということで、各種報道とかでもご紹介されたものでございます。このような形で迅速にその、災害情報、被災情報を提供することで、我々の地理院タイルのアクセス状況ですね、今年の4月にそれまでの 1.5 倍、18億タイルのアクセスを記録いたしました。これそれまでのですね、サーバーだと多分災害に対応できなかったんじゃないかなと思われるんですが、こうか不幸か今年の4月にですね、我々クラウドを AWS にちょうど切り替えたところで、それでこの 1.5 倍のアクセスにも対応できたところでございます。とてもタイミングよく対策が取れてよかったなと我々考えているところでございます。でその後、そのまま下がっていくのかなと思ったら、今年は今度は台風がですね、夏に連続して来まして、またそれで上がって、現在まだアクセス数高止まりの状況です。我々このアクセス数を見てですね、平時災害時問わず今後も安定してサーバー運用していく必要があるなと痛感したところでございます。で、この18億タイルって具体的にどれぐらいなのってよく言われる、ところで、我々もちょっと分かりやすい数値ないかなと考えているんですが、なかなかうまい例えがなくてですね、ここでは例えば A4 地図に例えてみますと、約 1.3 億万枚分に相当しますと。でこれは毎日約240万人の方が A4 地図を利用した場合に相当するということで、これだけの量なんだということで、なんとなくすごいなと、私は感じています。より責任を、大きく感じているところでございます。で、我々のこの地理院地図なんですが、当初は、運用開始したのは2003年の当時は電子国土ウェブと呼んでたんですが、その、運用当時はですね、国土地理院固有の、ファイル命名規則だったり、大陸格だったりしましたし、インターフェース側もソフトウェア側も国土地理院固有のソフトウェアを独自開発して提供しているようなものでございました。ただ改良を重ねていくことにですね、各分野の技術進展も踏まえてですね、さまざまなソフトで利用できる大陸格にしたり、さまざまなソフトで利用できるファイル命名規則にしていくことによって、このデータ自身をその外側のインターフェース、いろんなインターフェースから使えるように変えていったところでございます。で我々自身が使うソフトウェアとしましても、オープンソースソフトウェアに切り替えていったことで、我々もその電子国土ウェブ4代目の時にはオープンレイヤーだったんですが、現在はリーフレットを使って運用しているというふうに、データのその使いやすさを、
外の、標準に合わせていくことで我々自身もソフトウェアを、自由に切り替えられるようになってきたところでございます。現在はもう法人なくしては地理地図運用でき、できないような状況になっているところでございます。で、まあ、地理地図ということでその地理タイルデータ自体は、まあ、地理タイルという形で配信してさまざまな、ウェブサービスやアプリケーションでご利用いただくとともに、このシステムファイル自体も、オープンソースとして提供しているところでございます。まあ、我々そのオープンソースソフトウェアを使って地理地図を使っているんですが、我々のオープンソフトウェア自体もオープンソースとして GitHub から提供しているところでございます。まあ、Twitter を使う役所があるように GitHub を使う役所があるということで、まあ、地理地図 の、そのソースコードの他にも先ほどご紹介した地理地図グローブというセジウムを使った3次元のサイトの、ソースコードもこちらで紹介しておりますし、ベクトルタイルの使用もといった、まあ、大体こう地理地図に関するものはですねこの GitHub のところから公開しているところでございます。でなぜオープンソースなのかというところで、我々は法律に基づいて通常仕事をしているわけですが、そこで法に関して言えば、まあ、基本的にはデータを提供しよう、せよという、まあ、基本理念に基づいて、法律ができているものですし、また地理空間情報活用基本法の中でも、まあ、多様なサービスが実現させる、される社会を作れというような、まあ、理念に基づいている法律ですので、まあ、こういった法律、それから政府のオープンデータ戦略等に基づくと、我々本業として、まあ、地図屋ですから、地図屋として地理タイルの配信を、すると。でまたその、側となりますショーケースとして、地理地図を、作って、まあ、それを、皆さんにも使っていただけるような、オープンソースとしての提供を、することで、利便性の向上を図っているというところでございます。でもこうした功績につきましては外部の方々にもですね評価していただいて、日本 OSS 奨励賞ですとか、まあ、勝手表彰というような表彰をいただいているところでございます。今回のこのフォース4Gにもですね、毎年の方に、呼んでいただいて、地理地図を紹介する機会をいただけているところでございます。で、最後に今年度の、改良予定ですが、次のようなことを考えております。ちょっとザザザと書いてありますが、次のスライドから、個別にご紹介させていただきます。まず 3D にする範囲の選択ということで、現在は決まった区形の、もう固定の範囲でしか 3D 化することができなかったんですが、まあ、ユーザーが自由にその 3D 化する範囲を選べるように、しようと考えております。それから、地下を含む高さを持ったデータの 3D 表示ということで、まあ、この地表からちょっと離れた、例えばこれ UAV のその航路ですとか、あと地下ですね、我々その断層モデルを研究成果として発表したりするときに、まあ、こういった地下のデータが表現できるといいなということで、まあ、こういった情報も 3D 表示できるようにしたいと考えているところでございます。それからレイヤーがリクエストされる範囲の設定ということで、これはリーフレットのバウンド属性を使ってやろうと思っているんですが、レイヤーのカラーリクエストを減らすためにですね、あらかじめその写真、この例えばこれ写真ですが、このレイヤーはこの範囲を含むこの範囲のデータですよということをあらかじめバウンド属性に設定しておいて、まあ、カラーリクエストを減らそうということを考えております。それから、複数のレイヤーを一つのレイヤーとして扱う機能です。これは熊本地震の時なんかそうだったんですが、もう何十地区にもわたって、その被災地域が広かったものですから、何十地区にもわたって分けて空中写真を撮って、で我々24時間体制で撮った写真をおろそかして提供するということを順々にやっていったんですね。でその結果、まあ、そのおろそかできたものから順々に地理地図で公開するということをやっていったものですから、結果としてもう何十レイヤーもの写真のレイヤーが連なってしまって、まあ、非常に土地勘のない方であると、この地区名見てもどの範囲か分からないので分かりにくいというところがあったので、まあ、なんか一箇所ボタンをピッて押せばその写真でレイヤー全部こう表示にできるような、そういった複数のレイヤーを一つの、ものとして扱えるような、グループ化するための、まあ、属性設定を行うというものでございます。それからベクトルタイルの描画方法の切り替えですが、これ現在そのやっぱりベクトルタイルだと容量が大きいので、現在はレベル16以上
でしか表示していないところでございます。どうしてもその小縮尺でベクトルタイル表示しようと思うとの表示速度が遅くなってしまうので、現在は大縮尺でしか表示していないんですが、小縮尺ではキャンバスで描画することで、その代わり属性情報が見れなくなってはしまうんですが、小縮尺でも、ベクトルタイルの情報を表示できるように変更しようと考えているところでございます。それから、距離計測の計算式の追加ということで、現在地理地図に備わっている距離計測の機能はリーフレットのものを使っているんですが、それを国土地理院測量計画測量機関ということで、その地理の測量計算サイトの、計算結果を、表示するように、変更したいと思っているところでございます。から、情報リストのタブ化なんですが、これ、先ほど地理地図には1600以上のレイヤーが登録されていると、ご紹介しましたが、非常に情報がやはり多すぎてですね、初めて見る人にとってはどう操作していいかわからないという、そのサイトの煩雑さにもつながっていました。ですので、初めて、その地理地図を利用される方には、主なものだけでもこう主なものをこう分かりやすく、人気があるコンテンツとかですねを分かりやすく表示するような、トピック的なタブを用意しておいて、でその他災害情報みたいなそのタイムリーなものについてはまたそれだけで集めたもので、最後にコアユーザー向けにこれまでのような詳細のリストというように、タブでユーザーごとにですね情報を分けて、整理していこうかなと考えております。それからユーザーインターフェースの改良としましては、これは操作、使い勝手の向上ですね、透過率の変更の方法をしやすくしたいですとか、レイヤーの上下をこう、分かりやすくできるようにしたいとか、あとは作図機能のところのインターフェースがちょっとクロート向けだったので、こちらもその初めての方でもその文字の変更とか分かりやすくできるようにしていきたいと考えているところでございます。それから表示画面を画像として保存というのは、これは現在はそのこういう現在表示している地図を画面キャプチャーとして画像として保存したいんだけどっていう問い合わせが来た時にはですね、スクリーンショットを撮ってくださいっていうふうにご案内してたんですが、地理地図にその、画像として保存する機能をつけてしまうということで実装したいと考えております。こちら地理タイルの中には基本測量成果といって測量法に基づいて複製使用 の承認手続きが必要なものがございます。詳しくどれがその基本測量成果に該当するかというのは地理地図のヘルプページをご覧いただければと思うんですが、その場合にはちょっと紙を1枚ですね、利用方法によってはその承認申請が必要になる場合もあるんですが、紙1枚出していただければこういった資料の作成にもご使いいただける機能となっております。それからヘルプボタンの拡張ということで、その他にも、ヘルプ情報をですね分かりやすく提示するために、改良しようかな、ヘルプ情報の部分も改良したいと考えているところでございます。それからグリッド表示の集約ということで、現在そのタイル座標とか、地域メッシュ、2万5000の区画のメッシュとかちょっと分散して表示の、方法が分散してあったので、そこをグリッド表示ということで、整理して表示できるようにしようと考えているところでございます。でこれの、改良については、これから作業を開始しまして年度末まで、を予定しております。でこの成果は、もちろん GitHub で公開する予定でございます。また新しくなった地理地図自体も、今年度の、年度末か年度初めには、皆さんにお使いいただけるように、なる予定でございます。それから、最後ですが予告としましてですね、我々地理地図パートナーネットワークというものを組織しております。こちらもコミュニティですね、年に2回会議を行っているような国土地理院と外部のその地理地図地理タイルに関する、技術を持ってらっしゃる外部技術者の方々との情報共有意見交換を行う場として形成しているものでございまして、今年で3年目を迎えるものでございます。で年に1回会議を行っておりまして、11月24日に第6回会議を予定しております。日本科学未来館で、この11月の24、25、26に時空間エキスポが開催されますが、その最初の日ですねに我々パートナー会議をこの中で行う予定で、ございます。で現在すでに事前登録開始しておりますので、一般の方も、
ご参加可能ですので、もし、ご興味あればぜひ、参加していただけたらなと考えております。とここの地輪から その情報提供の他にですね、パートナーさんから の事例紹介も、予定しているところでございます。で最後ですが、まとめとしまして、地輪地図を運用するとともに、地輪タイルというデータ自体も、配信することで、地輪地図の、フォスフォジー化を、進めているところでございます。地輪地図その GitHub からですね、ソースコードを公開することで、皆様と そのインタラクションも、コラボレーションも歓迎しているところですので、ぜひフィードバック等あれば、GitHub を通じてでもいいですし、お問い合わせの窓口を通じてでもいいですので、いただければと思っております。公式 Twitter やも運用しておりますので、そちらもフォローいただければと思っております。私からの説明は以上です。どうもありがとうございました。